どうも斉藤紳士でございます。またちょっとね、辛辣なというか、タイトルで、まあ、釣ろうとしているのかというところなんですけども、いやでもそうでもないんですよね。やっぱり僕は読書っていうことに関して言うと、まあ爆笑問題の太田さんがね、嘘みたいに言うんですけども、あの人は恋愛経験が少ないんですよね。社長奥様がと知り合ったのはもう随分若い頃で、その前に多分恋愛経験って僕が知ってる限りというか、太田さんが話されてる限りで言うと、まあ2人ぐらいじゃないかな、1人か2人ぐらいなんですよ。ね、恋愛経験非常に乏しいんですけども、ね、恋愛相談をした時なんかに太田さんは割とマジで、俺いっぱい恋愛小説読んでるからよっていうわけですよ。そんなん関係あるかいっていう人もいますけど、いや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 って僕は思っていて、もちろん実際経験したことと本で読んだことっていう知識とは違うとは思うんですけれども、でも、小説をたくさん読んでいます。それからまあいろんなね、本を読んでいるという、本一冊出会うのは一人の人物と出会うのと同じぐらい価値があるって昔ね、誰だったか全く忘れましたけども、おっしゃっていて、僕もああそうだなというふうに思ったことあるんですけども、読書家を標榜する人ほど未熟な人が多いのはなぜかなというふうに思ったんです。結構いるでしょ。まあ僕は SNS 上でしかそういう人は見ないですけども、すぐカットしたり自分の意見をご利用ししたり、人の意見が聞けない人多いんですよ。なんでかなと。こんだけいろんな本を読んでると自分ではおっしゃっているので、そんな人の割には人間が薄っぺらいなっていう人いるんですよ。なんなんやろうって、もうこいつ腹立つなみたいな。多分ね、読んでないんですよ、そういう人って。読んだつもりですし、で僕自身ははっきり言いますけど、人間が未熟だと思ってます。で、読書家だとも思ってません。僕、読書家なんて一回も言ったことないんですよ。読書家じゃないですよ、僕。全然読めてないですよ、皆さんに比べたら。ただ今から頑張って読もうっていうので今やってる途中なんです。だから、僕は何冊の読んでます、年に何冊読みますなんて言ったことないですよ、僕。言ってますけど、少ないでしょって言ってると思います。はい、もっと読むべきなんです、僕なんてね。だから僕は未熟です。ただ僕が知ってる感じの読書家で、を標榜している未熟だなと僕が思う人は、俺は読んでるよってめっちゃ言うんですよ。ああ、年間何冊読んでるからね、みたいな。言う割にこいつだいぶ未熟やな。まあ、世間的な、なんて言うんでしょうかね。まあ、人間ってこう、社会経験は少なさそうな人だったりするんで、そういう人って。ああ、まあ社会を知らんのか世間を知らないのかなと、本の中だけで知ってるのかなというふうに思うんですけど、いや本の中だけで知っててもこんなに未熟じゃないぞ普通っていうふうに。もっと人の意見を聞けるし、もっとこう人間的に、成熟してないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけども、だからね、結局ね、そういう人ってね、読んでないんですよ。これだけ僕今人に紹介しようと思って精読しているからこそわかるんですけども、人に紹介しようと思って精読するってすごい大変で、あらすじをパッと紹介しているだけじゃないんですよ。あらすじだってね、それこそ本の裏に書いてあるようなね、だいたい書いてるじゃないですか、あらすじを。あれをパパパって言って、僕これ読みましたって言ってる人多いんですよね。お前ほんま読んでるかそれっていう。あのあらすじだけを見て実際読むと、あ、深い深い深い。もう入り口こんなんですけども、ね。中ばーっと広がりがありますよ、ね、その広がりを説明できてない人って、まあ、多分読んでないんだろうな。ばーっと流し読みして読みましたって、とりあえず読みましたってことにしたいんですよ。でもそんなことは何の意味もないというのはですね、人間性を見てたら分かるんで、だから読書家を標榜している人っていうのを信じてはいけませんよ、ね、本当に僕はそう思います。なので僕はこれからたくさん読みたいです。はい、でここから話は変わります。これから紹介したい本を、ちょっとざーっとね言っていこうかなというふうに思います。前もね同じようなことしたんですけども、
これから紹介したい小説というのをいくつかですね、発表していきますけれども、これ絶対せなあかんやろなっていうのがですね、ジョージ・ウォーウェルの1984ですね、1984年、これは絶対します。はい、すごいリクエストが多いんで、はい、と同じぐらい多いのが歌詞451度、レイ・ブラッドベリーのですね、これも多いです。この2作品は絶対やらないといけないだろうなと。と前にやりたいって言った時にリクエストが多かったの、これ意外だったんですけど、川端康成の湖、はい、これ非常に多かったんで、こちらもしないとなというふうに思っております。あとですね、個人的にやりたいのが、大江健三郎の万延元年のフットボール、はい、これは絶対やります。はい、もう腕伏してねやるのが楽しみなんですけど、で、あとですね、これ未読なんですけども、ミシェル・ウェルベックの逃走領域の拡大、はい、これはねタイトルが好きです。あと平野啓一郎さんがねすごい推してたんで、ちょっと読んでみたいなというふうに思っております。それからですね、ちょっと前にやった、結構これ伸びてる動画なんですけども、海外のねプロの作家が選ぶ読むべき本みたい、読むべき小説みたいなので、アンケートを取った時に1位になったですね、ナボコフのロリータ、これも未読なんで僕ね読んでみたいと思います。はい、あとですね、ジョイスのダブリン市民とかですね、これも未読です、僕読んでみたいと思います。はい、で紹介したいと思います。読んでいる本で言えばカミューの異邦人ペスト、これも紹介したいなというふうに思っております。それからヘミングウェイの老人と海、これも既読なんですけども読んでみたいというふうに思っています。そしてそろそろこれやらないとなと思っているのが夏目漱石なんですけども、不安があって、夏目漱石を紹介している動画って結構多いんですよ、結構多いんですけど、あんま再生されてないような気がしてね。でやり尽くされてる感があるのかなというふうに思うんで、ちょっと二の足を踏んでるという感じなんですけど、でも漱石もやっていきたいと思います。いずれというか、もうこの動画をね、やっている限りは漱石の作品はできれば全作品ぐらい紹介したいなというふうには思っております。はい、ただね、近代の作品はね、近代文学紹介は本当に弱いんですよね、再生回数が伸びない。ただ雪国がね、唯一このリニューアルして作品で1000回回ったのが川端康成の雪国なんで、雪国はいいんだみたいな、なんかね、金閣寺もあんま伸びてないんでね、これから1000円いくのかもわからないですけどもね。で現代文学紹介は実はちょっと減ってるというか、このリニューアルしてからあまり紹介しなくなってるんですけれども、したいなというふうに思っております。現代文学も、候補としては中村文則さんのね銃とか、それから村田沙耶香さんですね、消滅世界とか地球星人とか、そういったようなものを紹介しようというふうに思っております。あと田原陽子さん、小川陽子さん、などなども紹介したいなというふうに、糸山明子さんとかね、僕の好きな作家さんの作品を紹介したいなというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、愚痴っぽいこといっぱい言ってますけども、発展途上だと自分で思っているので、こんなおっさんですけども、読書家ではないです、僕は。今から読書家になりたいので、皆さん一緒に頑張りましょう皆さんもう読まれてると思います。僕はまだペーペーなんで、読書家でもないのでね、で未熟な人間なので、こういう動画も撮ってしまいますけれども、何卒よろしくお願いします。いつかね、みんなに振り向いてもらえるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。